フトラ。ラジオドラマで聞く名作文学。魔法使いのおばあさん、私は可愛い子供が欲しいのです。そんなことはたやすいこと。ここに一粒の大麦がある。これをそんじょそこらの大麦と思いなさんな。畑にまく麦や鶏に食べさせる麦とは別物じゃ。特別な大麦だよ。これをな、植木鉢の中に植えるのじゃ。すると何かが起こるはずじゃよ。その大麦を私にください。しかしこれは銀貨12枚ないと渡せんよ。それでもよいのかな。はい、ください。やらしい。確かに。言う通り植木鉢に植えたけど、一体どうなるのかしら。え、もう芽が出てどんどん大きくなっていくわ。あっという間につぼみができた。真っ赤でチューリップかしら。さっきはあっという間につぼみまでできたのに、なかなか咲かないわね。それにしても綺麗なお花。ちゅ、あ、咲いたわ。なんて綺麗なチューリップ。でもただのチューリップよね。あら、この真ん中についているのは何かしら。いえ、女の子だわ。親指ほどの大きさしかない、小さい、小さいけど、なんて可愛いのかしら。親指姫、ハンス・クリスチャン・アンデルセン。あまりに小さくて可愛い女の子は親指姫と呼ばれました。親指姫はできることは全然ありませんでしたが、歌がとても上手で、この世の誰にも負けないくらい甘く優しい歌声でした。ある夜のこと、親指姫がくるみのベッドの上でぐっすり眠っていると、大きなヒキガエルが一匹部屋の中に入ってきました。醜くジメジメしたヒキガエルです。かわいい子だわさ。息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ。ヒキガエルは親指姫が眠るくるみのベッドを持ち上げ、そのまま窓から飛び出しました。ゲート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 。大きな声を出さないで、起きてしまうだわさ。沼に連れて行かれた親指姫を出迎えたのは息子ガエルです。息子ガエルは母ガエルよりももっと醜くて、この子は白鳥の綿毛みたいに軽いから、うっかりするとふわふわと逃げてしまうんだわさ。小川にハスの葉っぱがあっただわさね。その上に乗せれば逃げられないんだわさ。その間に私たちはあんたたち二人が結婚生活を送る特別な部屋を作るだわさ。あれ、ここはどこ？家で寝てたはずなのに、どうして川の上にいるの？あっ！親指姫や、起きたかい？こいつが私の息子だわさ。あんたのお婿になる相手だわさ。これからこの子とこの小川の沼地で幸せに暮らすんだわさ。ゲークゲーク。そんな、お家に帰して。もう家には帰れないよ。諦めてここで暮らすんだわさ。まだ部屋の準備があるから
もう少し待つんだわさ。ニークニーク。そんな。生き返ると一緒に暮らすだなんて、そんなの考えられない。おい、あの子を見ろ。あんな美しい子は初めてだ。あの引き換えるの嫁になるだって？冗談じゃない。そんなことさせてなるものか。この子をここから助け出すんだ。一部始終を泳ぎながら聞いていたメダカたちは、親指姫を一目見た途端、その美しさに心を打たれてしまいました。メダカたちは親指姫が乗るハスの茎の根元をガリガリかじりました。ずっとガリガリかじり続けていると、ついにメダカたちは茎を噛み切ったのでした。やった！これであの子は自由だ。ちゃんと逃げるんだよ。川を流れる葉っぱにゆらゆら揺られて、親指姫はいくつもの場所を通り過ぎました。どこまで流されていくのかしら。お、かわいいじゃん。君、どこ行くの？コガネムシに見えないけど、かわいいじゃん。よかったら、僕と蜜食べない？あの、私、お家に帰りたいんだけれど。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、うちにおいでよ。コガネムシは、親指姫を前足でぐっとつかみ、木の上まで連れて行ってしまいました。ほら、蜜だよ。好きなだけお食べ。しばらくすると、木にいるコガネムシが自分にやってきました。この子、足が2本しかないじゃん。すげえ変じゃん。触覚がないじゃん。体が細すぎるじゃん。へえ、人間みたいじゃん。この子ブスね。でも誰が何と言おうと、親指姫はとても可愛いのです。親指姫をさらってきたコガネムシはどうしようもなくなって、お前みたいなブス、どこでも勝手に行っちゃえばいいじゃん。じゃあね。こんなところに置いていかれてどうすればいいの？かわいそうに、広い森の中で親指姫は夏の間ずっと一人ぼっちでした。そして夏も秋も終わってしまい、ついに冬がやってきました。はあ、寒い。雪まで降ってきたわ。どこか休めるところは。家だわ。誰かいませんか？あら、まあ、どうしたの？こんな寒空に。ボロボロじゃないの。不憫な娘さんや。麦一粒だけでもだなんて。遠慮しないで中にお入り。一緒にご飯を食べましょう。野ネズミのおばあさんは親指姫を家に迎え入れ、とても喜びました。よかったら、この冬が終わるまでここにいなさいな。大歓迎よ。ありがとうございます。その代わり、私でできることならば何でも。親指姫はお礼に、野ネズミから頼まれたことは何でもこなしました。冬の間、楽しい毎日を送っていたのです。そんなある日、近いうちにお客様がいらっしゃるのよ。ご近所さんがね、週一回ここを訪ねてくるんじゃよ。その人はお金持ちでね、大きな部屋がいくつもあってね、ツヤがあって綺麗な黒いコートを着ているんじゃよ。お前さんにあの人みたいなお婿さんがいれば、きっと
何不自由なく暮らせることでしょうね。でもあの人は目が見えないから、お前さんの知っているとびきりのお話を一つ二つしてやんなさい。おばあさんの気持ちは嬉しいけど、私はまだそんな気はないから。いらっしゃい、もぐらさん。やあ、ばあさん。元気だったかい？君が親指姫さんか。噂通り美しい。つやつやのコートをめかし込んでやってきたもぐらは、大金持ちで、それに物知りで、家は野ネズミの家の20倍もあるそうです。モグラがお金持ちで物知りなのは間違いありません。ですけれども、口を開けば。太陽はバカバカしい。花なんて可愛くない。一度も見たことがないから。つい最近、モグラは野ネズミの家とモグラの家をつなぐ通路を掘って作っていました。親指姫、この通路、好きな時にいつでも通ってよろしい。ただし、通路に鳥の死骸が転がっている。見ても怖がらないでくれたまえ。ある日、モグラたちと一緒に歩いていると、道の真ん中にツバメが倒れていました。もうこいつは一言も歌わないだろうよ。この小鳥、なんて惨めな月の下にお生まれになったんだろうね。僕の子供が鳥でなくて本当によかったよ。あいつらは泣くことしか脳がないんだからね。キービーキービーってさ。その挙句、冬には腹ペコでお亡くなりになってしまうんだ。まあ、お前さんうまいことおっしゃるわい。さすが賢いモグラ様じゃ。二人がツバメに背を向けて引き返した後も、親指姫はそのまま残って、あなたは夏の間私に歌ってくれた鳥さんじゃありませんか。私をとっても楽しませてくれた愛しい鳥さん。親指姫はそっとツバメのまぶたにキスをしました。そして干し草の毛布をツバメに敷いてやりました。さようなら、かわいい小鳥さん。すると、ドクン、ドクン、ツバメの心臓の音が聞こえました。もしかして、まだ生きてるの？でも、とても弱ってる。どうすれば。ありがとう、かわいいお嬢さん。体が温まればもう一度あの日差しの中で飛べるよ。まあ、外は今も寒いわ、吹雪よ。このまま私が持ってきた毛布の中にいてちょうだい。これから私があなたをお世話しますから。僕の翼の片方はトゲで傷ついているんだ。だからみんなのように早く飛ぶことができなくなった。みんなみたいに暖かい南の国へ旅立てないんだよ。冬の間、ずっとツバメは通路の中にとどまっていました。親指姫は精一杯世話をするうちにツバメが好きになってしまいました。しかしモグラも野ネズミもこのことは何も知りません。あっという間に春が来て、
ツバメが旅立つ日がやってきました。僕と一緒に行きませんか？君の大きさなら僕の背中に乗れますよ。一緒に遠くの緑の森へ行きましょう。嬉しいけど、でもおばあさんを一人にはできないわ。そうか。ではごきげんよう。そしてさようなら。君は本当に優しく可愛いお嬢さんだ。そしてツバメは太陽の光の中へ旅立っていきました。それを見送る親指姫の目には涙が浮かんでいました。親指姫はあのかわいそうなツバメが大好きだったのです。親指姫、お前さん結婚するんじゃよ。もぐらさんがね、お前さんが必要なんじゃって。なんて運がいいんじゃろうね。何もないお前さんが一日で大金持ちになるんじゃから。今ね、お前さんのウェディングドレスを用意しているんじゃ。それにケイトとリンネルの反物を作らんとね。モグラの花嫁になる前に必要なものはみんな用意するんじゃよ。今年の夏は日差しが燃えるように強いんだ。そのせいで地面が石みたいにカチコチになっているけれども、夏が終わって地面がカチコチでなくなったら、私たちで結婚式をあげるのですよ。けれども親指姫はちっとも嬉しくはありませんでした。あ、私は大好きなツバメさんにもう一度会いたいのです。秋がやってきて、親指姫の嫁入り道具はみんな整っていました。親指姫や、一月後に結婚式をあげるわよ。もぐらさんとは気が合わないの。だからあの方とは結婚したくありません。バカなことを言うんじゃないの。この白い歯で噛みつくよ。あんないい男そこいらにはいないんじゃ。女王様だってあんな綺麗でピカピカの服とか毛皮は着ないんじゃよ。台所も貯蔵室も食べ物でいっぱいで、こんな運命の巡り合わせに感謝すべきじゃよ。いよいよ結婚式の日取りが決まりました。その日にモグラは親指姫を地中深くに連れていくつもりでした。親指姫は最後の一回とお日様を見に行きました。さようなら明るいお日様、さようなら、さようなら。お花さん、もしもあのツバメさんに出会ったらあなたからよろしく言ってね。ツバメさん。親指姫。それから親指姫はツバメにこれまでのいきさつを話しました。私あの時あなたについて行ってれば。寒い冬がもうそこまで迫っている。僕と一緒に南の国へ行きますか？なら背中に乗ってください。そして腰のリボンをしっかり結びつけて。そうしたら僕らはモグラからもどんよりとした部屋からも飛び出すことができる。飛び出して山を越えて暖かい南の国へ。
お日様がさんさんと照り輝く場所へ飛んでいくことができる。こことは比べ物にならないよ。そこはいつも夏のようで、花たちはとても優雅に美しく咲き乱れているんです。僕と飛んでいこう、親指姫。君は僕の命を救ってくれたんだから。あの暗い通路で凍え死んでいた僕を。ええ、私あなたと一緒に行きます。森を越え、海を越え、万年雪に覆われた山々を越え、ツバメは飛んでいきました。そしてやっと暖かい国にたどり着きました。青い湖のほとりに立つ宮殿がありました。遠い昔に建てられて、目がくらむほど真っ白な大理石でできていました。房のついたブドウのつるが宮殿の長い柱に絡みついて、その頂上にたくさんのツバメの巣がありました。その中に親指姫を連れてきたツバメの家があるのです。なんて美しい国なの。これが僕の家だよ。でも君に住んでもらうために作ったものじゃないから、あんまりくつろげないかな。あそこに素敵な花がいっぱいあるでしょ。あの中から一つ選んだ花の上に下ろしてあげるよ。僕は君が幸せになるためならどんなことだって惜しまないよ。ありがとう、とっても嬉しいわ。あの倒れてる柱の間に咲いている白い花、あれがいいわ。お願い、あそこに下ろして。ツバメは親指姫と下に降りて、大きな花の上に乗せました。素敵な花。え、私と同じ大きさの人が二人も？それにしても、なんて綺麗なの？あなたたちは誰？花の真ん中に立っていた小さな人は、水晶みたいに白く透き通っていました。頭の上に金の冠をかぶって、背中に翼がついていました。そして、親指姫と同じくらいの背の高さでした。私たちはこの花の妖精。一つの花に男と女が一人ずつ住んでいるのよ。そして、こちらの方が王子なの。これはまた大きい鳥だ。あなたのような美しい方は見たことがない。お名前をぜひ。はじめまして、私の名は親指姫。王子様は金の冠を外してこう言いました。親指姫、どうか私のお嫁さんになってくれませんか。すべての花のお妃様となってくれませんか。息子ガエルやふわふわでピカピカの黒服を着ていたモグラをお婿さんにするのとは比べ物にはならない、誠実で重みのある言葉でした。はい。まあ、花が一斉に咲いたわ。すべての花たちが二人を祝福するかのように咲き誇り、他の花にいた妖精たちが小さなお妃と王様のところへやってきました。そしてみんな親指姫に贈り物を持ってきました。その中で一番の贈り物は一組の美しい翼でした。さあ、新しいお妃様、こちらを背中に。ありがとう、これで私も飛べるようになるのね。それでは僕がお祝いの歌を歌おう。これからは親指姫なんて名前で呼んではいけないわ。変な名前よ。あなたはとっても可愛いんだから、マイヤと呼びましょう。
新しいお妃様の誕生だ。マイヤ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 。それではマイヤ、僕はそろそろ行かなければ。さようなら。そしてツバメはデンマークまで飛び立ち、童話を書くおじさんが住む家に作った巣の中でキーブイキーブイと歌いました。それは親指姫が生まれて幸せになるまでのお話の歌でした。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。